路面表示日本の路面表示導流帯と追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止。車両はこれらの路面表示に従い通行する。本校では日本の路面表示について記述する。日本では道路上の安全と円滑のために路面表示が設置され、同じ目的で設置される道路標識や交通信号機とは連関が図られる。路面表示の様式や 設置方法などは道路標識、区画線及び道路表示に関する命令に基づいて定められている。この命令の中で路面表示は都道府県公安委員会が設置する道路表示と道路管理者が設置する区画線に対別され、道路表示はさらに規制表示と指示表示に分けられる。なお、この命令では定められていない法定外表示が設置されることもある。 路面表示で用いられる塗料の品質は日本産業規格によって定められている。そして実際に設置される道路の状況、環境や使用する材料に応じて路面表示の設置工事が行われる。日本では大正時代から路面表示が設置され始め、戦後に全国で統一の様式が定められている。そして国内の道路交通情勢の変化や、 技術進歩に伴って路面表示に改良が加えられ現在に至る。なお、この記事で用いる単位は、センチメートルイコールセンチメートル、エムイコールメートル、キロメートル毎時イコールキロメートル毎時を表す。道路標識などと有機的に設置される路面表示は、道路交通に対して必要な案内、誘導、警戒、規制、指示などを路面表示用塗料、道路病、 石などによって行うものである。道路標識や交通信号機とともに有機的かつ保管的に設置される交通安全施設という位置づけである。安価ではありながらも交通の流れを整え運転者の注意を適切な場所に集中させる能力が大きく交通の安全と円滑の寄与には非常に有効である。路面表示は大別して道路表示と区画線から構成され、 道路表示は、都道府県公安委員会が、区画線は、道路管理者が設置することになっている。道路表示はさらに規制表示と指示表示に分かれ、規制表示は特定の通行方法を制限、または指定する目的で設置され、展開禁止、最高速度など29種類ある。指示表示は特定の通行方法ができることや、その区間、場所の道路交通法上の意味、 通行すべき道路の部分などを示す目的で設置され、横断歩道、停止線など15種類ある。区画線は道路の構造の保全や交通の流れを適切に誘導する目的で設置され、車道中央線、車道外側線など8種類ある。道路表示は道路標識との関係が深く、道路表示と道路標識をセットで設置するものがある。 この道路表示と区画線では意味等が全く同じもの、または類似した形態のものがある。そのため、道路交通法第2条第2項により一部の区画線は道路表示とみなすようになっている。色彩は区画線は白色のみ、道路表示は白色と黄色が用いられる。道路表示、区画線のいずれにも分類されないものを法定外の表示としている。また、 ネクスコ関係では、路面表示をレーンマークと称する。路面表示の根拠は、道路法や道路交通法である。道路法に基づいて区画線を、道路交通法に基づいて、道路表示を設置するよう規定されている。また、道路管理者は区画線を設置し、都道府県公安委員会は、道路表示を設置する。区画線と道路表示の法律上の根拠となる条文を以下に、 引用する。道路管理者は道路の構造を保全し、または交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に道路標識または区画線を設けなければならない。道路法第45条都道府県公安委員会は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、または交通口外その他の道路の交通に禁する。 障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機または道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者または車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる。この場合において、緊急を要するため道路標識等を設置するいと間がないとき、その他道路標識等による、 交通の規制をすることが困難であると認めるときは、公安委員会は、その管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、道路標識等の設置及び管理による交通の規制に相当する交通の規制をすることができる。道路交通法第四条様式や設置者の区分、設置位置などの項目が道路標識、区画線及び道路表示に関する命令によって、 定められている。以下の条文に基づき、内閣府令、国土交通省令として、標識令が定められている。全校の道路標識及び区画線の種類、様式及び設置場所その他道路標識及び区画線に関し必要な事項は、内閣府令、国土交通省令で定める。道路法第45条、第2項道路標識等の種類、様式、 設置場所その他道路標識等について必要な事項は内閣府令、国土交通省令で定める。道路交通法第4条第5項ただし、道路状況によって様式を変えることが認められているため、更新のための時間、費用を削減する目的で、標識例とは異なる寸法の表示を設置している地域もある。道路標識、道路表示が設置されていない限り、 道路交通法による法廷の規制に従って道路を通行すればよい。このことを標識表示主義という。言い換えれば法廷の規制は道路標識、道路表示がない場所で初めて成り立つ。設置されている道路表示が不適切であることが判明した場合、道路交通法違反の取り締まりが取り消されることがある。また、勝手に表示を引くことは禁止されており、 道路交通法違反として扱われる。以下の説明においては、表紙き例での番号を示す。規制表示、指示表示の具体的な様式は、表紙き例別表を第6で規定されている。規制表示、規制表示は特定の通行方法を制限、または指定する目的で設置され、展開禁止、最高速度などすべてで29種類ある。 指示表示指示表示は特定の通行方法ができることや、その区間、場所の道路交通法上の意味、通行すべき道路の部分などを示す目的で設置され、横断歩道、停止線などすべてで15種類ある。区画線は、道路の構造の保全や、交通の流れを適切に誘導する目的で設置され、車道中央線、車道外側線などすべてで8種類ある。 区画線の具体的な様式は、標識例別表を第4で規定されている。法定外表示は、標識例や道路交通法施行規則などの法令に定められたもの以外の看板、表示などを指す。交通事故対策、自転車の通行ルールの周知、逆走防止、生活道路や通学路の安全確保などのために、全国で数多く設置され、 道路交通の安全、円滑のために大きな役割を果たしている。路面表示は、天在的に設置される道路標識と対照的に連続して設置され、判読しやすく、コストも安価のため、法定外の道路標識と比べ多く設置される。しかし、道路管理者の判断によって設置されているため、不統一な状況が見られ、道路利用者の安全な通行に悪影響を及ぼす。 ことも少なくない。また、法廷外の路面表示が法廷の路面表示と主客転倒するような乱用は避けなければならない。そのため、国土交通省や警察庁は通達やガイドラインを通じて全国的な統一化標準化を務めている。例えば、一時停止を示す止まれの表示や自転車の走行位置を示す帯型あるいは矢金型の路面表示が 通達やガイドラインで定められている。法定外表示等の設置指針警察庁では、法定外表示等の設置指針を発出し、交通管理面で特に必要性が高く一定の効果が認められる法定外表示の統一を目指している。上記で定められている法定外表示以外にも、道路管理者との連携を下にカラー補送を実施することができる。警察庁の基準では、 ゾーンエリア関係、バスレーン関係、普通自転車専用通行帯等の車道部の自転車、専用通行空間関係において、具体的な基準が発出されている。安全で快適な自転車、利用環境創出ガイドライン国土交通省と、警察庁が合同で、安全で快適な自転車、利用環境創出ガイドラインを発出し、これまで、不統一な形で設置されていた。 自転車ピクトグラム、体調路面表示、矢羽型路面表示などの路面表示に対してその、使用や、色彩の標準化を図っている。自転車道、自転車専用通行帯及び車道混在の区間には、法定外表示である、自転車ピクトグラムを設置するが、この表示は、普通自転車歩道通行化とは異なるものであり、類似したデザインのものを設置してはならない。この表示は、 外側線と重ならないように設置し、幅は矢羽根型路面表示の幅と同じく75センチメートル以上とするのが望ましい。自転車専用通行帯には、帯状路面表示、車道混在の場合は、矢羽根型路面表示を設置し、いずれも景観に配慮する必要がない場合は色彩を青軽色とする。帯状路面表示の場合は通行帯全域に塗装する方法と、 一部にのみ塗装する方法に分かれる。矢羽型路面表示の形状は、幅7 5トル以上、延長1 5 0トル以上、矢尻の角度は1、1.6とする。この矢羽型路面表示は1 0ルの設置間隔を標準とし、道路の状況によっては設置間隔を小さくして設置する。夜間の視認性を確保する場合は、 矢羽根の車道側に白線を設けることがある。交差点の手前では、左折車と混在する区間では、帯状路面表示を一旦打ち切って、矢羽根型路面表示に切り替える。また、左折車と分離する場合でも、交差点内は矢羽根型路面表示を用いる。その他の法定外表示通達で出されたもの以外でも、道路、交通の状況によって現場に適した、法定外表示が設けられている。 例えば、カーブや複雑な交差点での走行位置を明示するために、カラー補装、ドットマーク、アローマークが設置されることがある。速度を抑制するために、水玉模様によるオプティカルドットも導入され始めている。また、法廷の路面表示を補完、強調するものや、法廷の路面表示を改造して意味を変えたものが設置されることもある。一方で、 道路標識を保管する目的で設置される法定外の表示が設けられることがある。その中でも案内標識を保管する目的の表示は縦書きの日本語がレイアウトとなるため横書きの日本語でレイアウトが制作される案内標識よりも判読性が高い。カラー補償によって通常とは違う場所であることを目立たせてドライバーへの注意喚起を促すことも見られる。また、 カラー補装と案内標識での矢印を連動させて、車線と進行方向を明確にさせることもある。さらに、自転車以外の専用通行帯でもカラー補装によって明確にさせるものが設置される。ルールを明示するために、法定外表示を活用することがあり、一例として、ウィンカーを点灯するよう促すものが挙げられる。佐賀県では、ウィンカーの文字に方向に合わせた気球マークを表示することで、 ウィンカーによる合図を行うよう促している。栃木県では、福音が十分でない交差点の手前に駐車を抑制するため大々色で、クリアゾーンと書かれた路面表示が設置されていたが、一般のドライバーには浸透せず、今後は新設を行わないとしている。見通しの悪い場所やカーブでは、危ない、急カーブなどの路面表示が設置されることがあるが、特に危険な場所では、 ぶねえ。上級カーブなどの強いフレーズのものも存在する。ユニークなものとしては、あ。と書かれた、路面表示が東京都多摩区、川崎市幸区、大阪府設置市などで設置されている。路面表示に用いられる塗料は別名、トラフィックペイントともいい、品質と種類は実六5665で規定されている。ただし、ネクスコ東日本。 ネクスコ中日本、ネクスコ西日本で使用されるものは、レーンマーク管理指向容量によって、使用が規定されており、この性能規定に満足な材料を用いれば、実規格に満足しなくても3社が管理する道路では、使用可能である。2013年度の時点でアトミクスがこの塗料の国内シェア主義で、シェアの3割を占めている。この塗料は、液状の一種二種。 粉状の3種に分けられている。いずれも物理的粘着によって路面と固着する。この3種類のうち最も多く使用されているのは3種で全体の約90%を占める。また、二液反応硬化型アクリル系樹脂を主な原料とする二液反応塗料も存在し、この塗料は取材と硬化剤を混合して用いる液体塗料である。 路面表示用塗料には光を反射するための小さなガラスビーズが混ぜられ乾燥して固着するまでにもビーズを振りかける。路面表示の表面は雨水や摩耗による平滑化によって滑りやすいと考えられているが一方で表面を荒くして滑りにくくすると摩耗が進みやすくなり性能も実規定より低下することが考えられるため簡単に改善できる問題ではない。 新規の材料の開発に関しては、ホタテ貝の貝殻の有効利用として、路面表示用塗料の一種二種に利用する方法が、北海道立総合研究機構と信号機材によって共同開発されている。また、豊橋技術科学大学とヒクテックとの共同研究で路面表示用塗料に、 紫外線で発酵する塗料を混ぜたものが2018年12月から2019年3月まで藤枝市で試験的に導入された。この材料を用いた路面表示に紫外線を照射することで赤や青など他の色に発酵するという一種は常温で路面に塗装する一種をさらに分類すると水を溶媒とする水系材料と 有機化合物を溶媒とする溶剤系材料に分けられる。前者は溶媒の水が揮発すると増膜除剤の作用によって塗膜が硬化する。後者は有機溶媒の揮発のみに頼るものと有機溶媒の揮発と合成樹脂の酸化、重合によって塗膜が硬化するものがある。乾燥時間は15分以内。交通量の少ない道路や積雪寒冷地での施行に適する。 また路面が石畳やレンガの場合仮舗装や損傷が激しいといった舗装状態が良くない場合も適している。2種は50摂氏80度に加熱して路面に吹き付けるものである。2種も一種と同様に水系材料と溶剤系材料に分けられ塗膜が硬化するメカニズムも一種と共通する。乾燥時間は10分以内道路縦断方向の思考や 積雪寒冷地に適している。3種は一般に180摂氏200度に加熱溶融して使用される。こちらは溶媒を含まないため速乾性を持つ。路面との粘着機構はアスファルト舗装の場合は舗装と塗料の溶融結合であり、セメントコンクリート舗装の場合は物理的粘着である。なお、セメントコンクリート舗装の場合、作業不良や舗装の亀裂などで、 接着不良を起こすことがある。乾燥時間は3分以内。車両や歩行者による摩耗が激しいと判断される場所に適している。しかし、路面が石畳やレンガの場合、仮舗装や損傷が激しいといった舗装状態が良くない場合は適さない。洋袋式として、路面表示用塗料を入れる袋そのものが原料の一部となり、袋ごと妖怪釜に入れるものも開発されている。 ガラスビーズは再起反射によって夜間における視認性を高める反射材であり小さな無色透明のガラス玉となっている。路面表示用塗料の3種ではさらにガラスビーズの含有率によって1号、2号、3号に分けられる。ガラスビーズの含有量が多くなるにつれて経年での夜間の視認性が良好となる。このガラスビーズも粒度によって1号、2号、3号に 分類される。製造方法は、溶融したガラス原料を流出してスプレーさせることで、ビーズ化させる直接法と、ガラスカレットを粉砕したガラス粒を加熱して、ビーズ化する関節法の2種類ある。後者の関節法が最も一般的な製造法である。雨天時には、路面表示の部分が冠水、湿潤し光の屈折経路が変化することで、視認性が低下する。 そのため、1991年頃からこの問題点を克服した高視認性表示が採用され始めた。日本ライナーはビーズを無数に固めた特殊ビーズを採用した新製品を販売し、価格は一般のものに比べ2倍するが、輝きは3倍に向上させている。路面が雨天で濡れていたとしても従来品の青天自使用よりも反射性や視認性に優れている。 1989年に実施された建設省の公募による評価試験で実用性が確認され、1991年から普及し始めた。この表示には、リブ式とヒリブ式が存在する。前者は、塗膜状に方形、または円形の突起を形成し、突起を水膜から露出させることによって、雨天時でもガラスビーズによる再起反射を維持するものである。 リブ上を車両が通行すると振動が発生し、運転者への注意喚起の効果がある。しかし、住宅地における騒音の問題や、横断歩道を通行する歩行者が通行しづらい、問題点があった。そこで、校舎はリブではなく溝や荒表面の形成や特殊なガラスビーズを採用することで、騒音や歩行のしやすさといった従来抱えていた問題も、 克服した上で夜間でも視認性を確保するようにしている。溝、素表面、特殊なガラスビーズは単独で用いるより、これらを複合して試行することが多い。霧伏式より、リブ式の方が、設置数は多い。2007年頃より、屈折率の異なるガラスビーズの混合物を、路面表示と膜表面に散布、固着させることで、静典。 雨天を問わず再起反射を行える路面表示が普及し始めている。これはガラスビーズの屈折率が2.0を境に小さい時は乾燥時に大きい時は湿潤時に良好な再起反射性能を発揮する特性を生かしたものである。止まれの路面表示は調布剤を用いたものである合成ゴムまたは合成樹脂からなる結合剤と顔料、体質剤。 反射材の主成分とからなるシート状を及びテープ状の路面表示用材料を言う。複雑な文字やカラーマークの試行にも適する。裏面に接着剤を塗布し、薄り紙を設けたものも存在する。調布方法は加熱粘着式と常温粘着式の2種類に分けられる。加熱粘着式は路面にプライマーを塗布し、その上に置いたシートシールを半余裕状になるまで加熱し、 ハンドローラーなどで地面になじませた後に自然冷却をして設置する。一方、常温粘着式は路面にシートシールを貼り付け、ハンドローラーなどで圧着して設置する。調布剤による路面表示は耐摩耗性が大きく、特別な設備を用いなくても簡単に施工が可能である。道路病は路面表示用材料には含まれるが、塗料とは全く異なる材料である。 主な原料はアルミ、または樹脂。一般的に、路面表示の視線誘導性能を補助するために、路面、または縁石に取り付ける。設置方法は、接着剤によって接着させるものと、道路病の脚部を路面に埋め込み、モルタルなどによって、接着させる方法がある。反射式道路病と、自発光式道路病の2種類に分けられる。道路病の設置間隔は、直線道路で2メートル。 曲線道路では1メートルを目安として設置するのが望ましい。ただし、分合流や交通事故多発地点などはより短い設置間隔にすることがある。主に路面表示用塗料を用いた試行方法について解説する。横断歩道の路面表示を塗り直している。特殊性路面表示の設置工事は以下の特殊性がある。以上のような条件で行うため、消防法。 高圧ガス保安法、労働安全衛生法などを厳守しつつ、工事従事者に対しての安全教育が怠れない。共用中の道路上で行われるため、交通事故の危険性が高い。そのため、交通量の少ない時間帯に選んで施行するのが良いが、夜間に実施した場合は、施行精度の低下や、交通事故の恐れのため昼間の施行を原則とする。また、バリケード、 セーフティーコーンや道路標識などを設置して安全に作業できる作業体を確保する。場合によっては回転灯付きの作業車を移動させながら作業の安全性を確保することもある。日本国内で路面表示を施行するための資格として路面表示施行技能士がある。塗装用の機械などの改良は進んでいるが季節の構造物に合わせてバランスを確認していかなければならず。 人力による作業は現在でも変わらない。事前の作業として塗装する位置や内容の選定が行われる。この作業では道路利用者が十分視認でき、かつ正しく伝わるよう配慮する必要がある。測量用具やチョークなどを用いて路面にけがきする。チョークの粉をつけた糸を張って墨出しをすることもある。矢印や数字はすでに様式が定められているが、 地名に用いる文字はバランスを考えて、工事ごとにレイアウトが考えられる。なお、この毛書きの作業を自動的に行うためのロボットが、技工者から開発されており、熟練作業員の手作業に比べおよそ3分の1の時間で完了できるとされる。季節の路面表示を補修する場合、塗料とキュート膜との密着具合を調査し、思考に影響が出る場合は消去する必要がある。 塗装前はウキやブラシによって路面を十分に清掃しなければならない。この作業が不十分だとプライマーの接着不良が生じはガれの原因となる。また、水分は強制的に乾燥するか乾燥まで待たなければならない。路面表示用塗料の3種を施行する場合は掃除。乾燥後はプライマーを必ず塗布する。プライマーは塗料と路面との接着を強固にし、 路面上の微細な汚れを洗浄する役割を持つ。路面表示用塗料が一種二種の場合、ラインマーカーに付属するスプレーガンで塗料を吹き付ける工法が主流であるが、一種の場合はハンドローラーで塗装することも可能である。小規模な工事ではこの工法が採用されることがある。スプレーガンを用いる工法は、エアレススプレーを用いるもの、エアースプレーを用いるものの2種類があるが、 現在は前者を使う工法が主流である。一般的に塗装前にプライマーを塗布しないが、路面が新設のコンクリート舗装であり、養生剤や冷炭素が付着している場合は塗布した方が良い。文字や記号を描く場合は、ラインマーカーの使用が困難なため、代わりにハンドガンを用いて試行する。路面表示用塗料が3種の場合もラインマーカーを用いるが、工法はスリット式。 噴射式、フローコーター式の3種類に分類される。スリット式では、ラインマーカーの塗布部が路面と一定の間隔を持つことによって、塗料を流化圧着させながら、塗膜を形成する方法である。気候が簡単で、わかりやすく、小回りが利き、交通への支障も比較的小さいため、あらゆる種類の路面表示に適用が可能である。そのため、 スリット式が三種の試行では主流である。噴射式は、スプレー式とも呼ばれ、塗料と出口が路面と一定の間隔を保ちながら、塗料を噴射して塗布する工法である。塗膜の厚さは一定に保たれ、材料ロスも少なく、作業の安全性が高いメリットがある。一方で、規模の小さい工事には向いておらず、機械の整備に手間がかかるというデメリットが存在する。ラインマーカーは、 一般的に車載式のものが用いられ、長物の思考に向いている。噴射機構は回転体スプレー式が主流であるが、エアレススプレー式やエアスプレー式のものも存在する。フローコーター式は塗料と出口付近に設けられたギアロールを思考速度に合わせて回転させ、塗料をカーテン状に塗布する工法である。思考速度とギアロールの回転が連動しているため、 適正な塗布量で思考ができ、材料ロスも少なく思考管理が行いやすい。思考後は、出来高の計測を行い、その時に過剰に吐き出された塗料やガラスビーズは除去して、道路の通行の支障にならないようにしなければならない。そして、ラインマーカーなどの思考用の機械を、整理や写真撮影を行う。橙々色の表示は検査で適切な色彩であるか。 確認される工事が終了した路面表示が設計書や使用書に満足しているものかを判定するために検査が行われ、検査に合格することは路面表示が受注者から発注者に引き渡す際に品質保証がなされていることを意味する。検査する際は幅、延長、厚さなどの思考量の他にも線形、レイアウトの全体的な調和も重要である。そこでこうした検査は 車両で走行して視認することも効果的である。塗膜圧を検査する場合は、一部の路面から教師体を抜き取る形での検査は困難であり、通常は塗布量で確認する方法や、参種の場合はノギスなどで直接的に測定する方法がある。黄色の表示の色彩は、全国道路標識、表示業協会で発行している道路表示用職見本と見比べて検査する。 また、塗料やガラスビーズの品質は製造者による試験成績表を実規格と称号する形で行う。道路、交通条件の変化に伴い路面表示を消去しなければならないことがある。この方法は物理的方法と科学的方法に対別される。物理的方法には塗装処理法、機械的切削法、ブラスト工法、ウォータージェット工法の4種類がある。 塗装処理法では、黒色の路面表示用塗料を、季節の路面表示に上書きする方法で、時間の経過とと,ともに、季節の路面表示が露出するため、暫定的な方法として用いられる。機械的切削法は、カッターブレードによって、塗膜を切削する方法であり、作業が早く処理スピードが早いため最も多く、採用されている方法である。ブラスト工法は、 ブラストを吹きかけて、塗膜を除去する方法であり、吹き付け粒子を適切に剪定することで路面をほとんど損傷することなく完全に除去できるメリットがあるが、労力を用紙経費が割高になるデメリットがある。ウォータージェット工法は超高圧水を吹きかけて、塗膜を除去する方法であり、除去と同時に発生処理剤の吸引回収が可能で、 比較的早く作業が終えられる方法であるが、比較的大型の設備を用いるため作業に必要な面積が大きくなる欠点がある。科学的方法には、化学薬品処理法と燃焼法があるが、現在ではあまり使用しない。化学薬品処理法は、最も簡単な処理法であるが、路面を痛め、塗膜のみをうまく剥離することができない。燃焼法は、バーナーによって、 加熱要求して、塗膜を取り除く作業であるが、路面を損傷する可能性があり、また燃焼物を取り除く手間が発生するため、作業能率が良いとは言えない。この方法を改善したものとして、ジェットバーナーを用いた工法もある。この方法は、魔耗によって薄くなった表示や他の方法で消去したが消え残った表示に対して適用することが多かった。 横断歩道と自転車横断帯の路面表示が摩耗によって薄れている路面表示は道路交通の安全と円滑のためには重要な交通安全施設であり設置後に汚れや剥離などによってその効用が損なわれないよう維持管理を十分に行い良好な状態に保たなければならない視認性が良好な道路表示は道路利用者に道路交通法を遵守させるためにも 有効に機能する。設置後の維持管理は原則として、当初の設置者によって行われる。日本交通科学協議会が1995年度に、行ったアンケート調査では、路面表示が鮮明であると運転時に不安が少なく、夜間や雨天時には視認性が大きく低下するため、運転時の不安が増大するという結論を得た。そして、運転時の快適性や、 法律遵守性を守るためにも遅くとも12ヶ月以内に路面表示を再施行するのが望ましいとしている。ただし、摩耗が進んでいても再施行が追いつかない場合は、スプレーによって応急補修をする地域も見られる。路面表示の耐久性は、設置時の広報、道路や交通の条件、気象条件などによって左右され、一概に決定することはできない。 特に積雪が多い地域では、劣化が早く進みやすく、融雪後に点検を実施することが望まれる。タイヤチェーンによって摩耗することが多いが、スパイクタイヤが廃止されてからは、路面表示の減毛が減っている。表示の種類による違いとしては、停止線は、輪だち部分の摩耗が目立つが、車両に踏まれにくい矢印のマークは、摩耗が進みにくい。 舗装の種類による違いとしては、同じ横断歩道でも、密粒舗装は、松部舗装と比べて視認性の低下が進みやすい。これは、松部舗装の場合は、塗料が内部まで浸透するため、表面が摩耗しても塗料が残るためである。流入する車両に関しては、大型車混入率が多い道路では、摩耗が進行しやすい。点検を行う場合、以下の3項目をチェックする。 この点検によって視認性が低下したと考えられる場合は塗り替えを行う必要がある。塗り替えの基準を考えるにあたっては目視や画像解析によってランク分けをして判断する方法と測定機器を用いて総合的に判断する方法がある。点検を簡易にするため遠隔地から携帯電話回線を用いてモニタリングする技術も愛知県立大学と キクテックの共同研究で開発されている。その他、デジタルカメラで自動的に路面表示を撮影して解析ソフトウェアで数値化、可視化する方法、スマートフォンで撮影した画像より人工知能で自動的に診断して地図上に塗り替えが必要な場所を表示する方法、タブレット端末で撮影した画像を専用のサーバー上でデータ収集。 分析する方法などが開発されている。1919年に自動車取締例と道路法が制定されているが、この中で道路通行者は表示に従うよう定められている。1920年頃から警視庁管内では白線日本による電車線路横断線が設置されている。材料は石灰水で1930年までこの材料が 用いられていたとされる。1926年頃には、石材やアルミニウム板が材料として用いられていた。1926年阪神国道が整備された際に、観光車線と高速車線を分けるためトアペイントのトランフィックペイントが施行された。ペンキを塗ると、アスファルトが溶けて表面に出るため、色は白でなく、 クリーム色とし、視認性の観点から光沢でなく、半光沢とした。しかし、ペイントが持たないため道路管理者の大阪府と兵庫県は塗り直し費用がかかると、ペイント会社や内務省技師に相談している。1929年には初めて白色の横断歩道が施行され、その後、新中性の横断歩道も施行された。百三十四年頃、 ペイントは3、4月程度しか持たないため、塗り直しが必要。東京市内では、年数回の交通習慣に塗っている。台北市は、市中全部にトラフィックペイントが塗ってあり、年34回塗っている。新中の病より視認性は良い。阪神では、ペイントの幅は3インチ、長さは2件置きに塗っている。と報告されている。1947年11月に、 道路交通取締法が施行され、路面表示は区画線として法的な裏付けが行われた。また、1957年には道路法でも区画線が規定された。しかし、この頃は路面表示の様式の制定がなく、全国で統一的な運用が行われていなかった。その中で、警視庁管内ではアメリカ合衆国における 統一交通管理施設マニュアルなどを参考に1951年交通区画線記号を制定した。これを各道府県が採用することで全国的に普及、定着が進んだ。路面表示用塗料が JIS で使用化されたのは1951年である。1960年に道路交通法が制定され、公安委員会が設置する路面表示は 区画線から道路表示となった。また、同年に標示規例が総理府建設省令として制定され、この時初めて路面表示の様式が全国で統一されたものとなった。特に必要なものは夜間にも反射する、用を設置することが規定され、反射材としてガラスビーズの利用が始まっていた。この頃から路面表示用塗料も用有式が用いられ始め、 塗装方法も人力によるものの他二次装式の機械によるものが広まり始めた。1963年3月には道路標識の様式が大きく変更されたが、路面表示でも改正が行われ、道路表示も設置数が少ない、必要性が乏しいものは削除し、新たに停止線や進行方向などが追加された。同時に横断歩道では、 標識と表示の両方を設置しなければならない原則だったが、標識または表示の設置と法的要件が改められた。同年5月には、名神高速道路の開通に合わせて、高速道路用の路面表示が追加された。進行方向を示す矢印を一般道路と高速道路で区別する用意式を追加することが提案されたが、検討の結果見送りされた。 横断歩道の表示は、ゼブラ式のものは、信号機のある交差点では使用しない原則を改め、信号機のある交差点及び交差点の付近以外の場所でも設置することができるようになった。黄色の路面表示が、夜間に白色と誤認されやすくなり、路面表示用塗料を作るメーカーが独自で赤みをつけた塗料を生産していた。そのため、全国で異なる黄色が用いられる結果となった。 そこで1978年に路面表示に用いられる黄色の色相の基準となる路面表示用色が定められた。1978年6月に警察庁から出された通達により公安委員会関係が発注する路面表示の工事にはこの黄色を用いるよう指示された。それ以降、路面表示用塗料のメーカーが合同で年に1、2回即色し、 基準通りに生産していることを確認している。1989年に建設省から雨天でも、死人が可能な区画線の開発が公募に出された。この時、高死人性路面表示用塗料が開発された。2016年からは、黄色塗料は鉛、クロムフリーにするよう規定された。新たな路面表示の形態として路面に投稿する、形態のものを導入する試みがある。 首都高速道路の浜崎橋ジャンクションでは2017年3月29日に可変式路面表示として LED 投光器で矢印を路面上に映し出して車両を誘導する実験が行われた。また横断歩道の手前で歩行者が安全確認するよう促す表示を映し出す実験が藤枝市で2018年12月から2019年3月まで試験導入された。 一方で、三菱電機からは、車両側から路面に投稿するものも提案されている。ありがとうございます。